どうもワッフルですけどね、今日はハムフェアスペシャル動画と出しましてね、直前スペシャルですね、お送りしたいと思います。まずはね、公演のお知らせからいきましょうか。8月24日土曜日ね、13時45分から14時です。サテライトステージっていうのがね、会場のね、一番ね、地図で見て右上にあります。そこで僕は15分間ね、喋ります。内容はニューカマーと再開局組へ送るエールということでね、ね、再開局してよくわかんねえやとかね、無線免許あるんだけどどうしたらいいのかなっていう人たちにあの、ね、こう盛大なエールを送りたいと思いますんでね、そういう方ね、ぜひともご登壇くださいと、あ、ご登壇じゃない、ね、ご聴講くださいですね。で、終わった後はね、そのサテライトの横休憩所があるんで、その辺にいますんでね、アメちゃんの配布とかね、あとね、名刺配ったりとかね、QSL カードを渡したりとかね、しますんで、ステッカーはね、1万100円で売ってるんでね、ステッカー欲しい人はね、100円チャリンってくださいね。はい。でね、もう一本あってね、ハムフェア、あ、違う、ハムライフ .jp さんにもご掲載いただきましてありがとうございます。8月25日日曜日、14時30分から15時、YouTuber スペシャルトークセッションと題しましてね、こちらのね、トークイベントを行います。出演者が超豪華。まず、もち米クラブの渡辺あゆかさんね。それから、チェリースパイスのギタリスト、中村遥さん、ね。JJ1ROE ですね。それから、JJ1XTG 総長さんですね。KJ クラブの、ね、総長ですね。それから、実験大好き MNL さんですね。JH5MNL と。で、私、JK3 オスカータンゴホテルワッフルのね、ファシリテーターなんで、僕、喋んないんですよね。ね、たくさんおしゃべりいただける人が、まあ、いっぱいいるんで、その交通整理だけしますということで、まあ、僕が挨拶と、まあ、その進行だけしてね、30分間なんでね、まあ、4人の方はね、ほっとくと多分ね、3時間ぐらいしゃべってるんで、そこをね、適当にね、こうマネジメントするという役割でございます。で、これもね、終わってからね、またね、ご登壇皆さんでね、まあ、動画撮ったり写真撮ったりしますんで、その後にね、皆さんとね、交流タイムもあってもいいかなと思っておりますという感じですね。はい。あとまあ登壇前もね、ちょっとお話はできると思うんでね、お早めにね、ブースをお越しいただければと思いますね。サテライトステージの場所ね、皆さんご確認ください。まあ、ここに地図ね、地図出てると思うんでね、出てると思うんです。はい、よろしくお願いします。でね、あとね、僕どこにいるかっていうとね、C の44番、ハムネットさんですね。ハムネットさんにね、いますね。ここでね、売り子、販売員やってますんでね、なんかね、ハムネットさんの商品ね、見たいなっていう人が来てもらったらね、実物がありますんでね、そちらでぜひともね、ご検討、お買い求めくださいと。まあ、ハムネットさんのね、社長と僕の仲良しなんでね、それでちょっとお手伝いということで参加しておりますと。で、あとね、その一部ね、発送対応の商品があってね、例えば、ハンコとかね、あと、コールサインプレートとかね、そういうのは、その場で作れないんで、紙にね、必要条件書いていただいてね、お名前、コールサイン、ご住所とかね、それでも書いてもらうんで、そこちゃんとね、書けるようにね、こちらからもアドバイスしますんで、皆さんご記入の、ご協力をお願いしますと。で、実は横に僕の販売ブースも30センチぐらい確保してもらってましてね、T シャツを販売します。T シャツの、ね、画像、この辺に、ね、出てると思いますよね。こっちか、T シャツ出ますと。ね、あとね、ハムネットさんね、このね、このモールスデコーダーが優秀なんですよ。これめちゃくちゃ優秀でね、ちょっと今ね、手もできないですけどね、このサイズなんですよ、このサイズね。これ電源入るかな、こっちか。あ、電源今入んないですね。ちょっと充電が終わってるみたいなんですけど。で、ここにね、モールスの文字が出るんですよ。これもう非常に FB なんで、これもぜひともね、見に来てくださいね。はい。いう感じなんですけど、僕のグッズが出ますので、一つは T シャツ、もう一つは、ステッカーですね。あ、これも画像を出しておきますね。100円のステッカー。ね、T シャツは2500円です。で、サイズはね、L ですね。で、もし持っていけたら XL ね、1、2枚かな。で、M 寸もね、多分5枚ぐらいしかカバンに入んないんで、もう限定5枚ですね。T シャツ限定5枚なんで、お早めに土曜日のうちに来てくださいね。なくなったら終わりですと。胸元にね、OTH のね、コールサインがね、モールスで打ってあって、で、僕の似顔はいつもロゴですね、あれが入ってますんでね、非常に着やすい、もうめちゃくちゃ着心地のいいね、しかもロング丈のね、T シャツなんでね、使いやすくて、普段着にもいいと思いますしね、寝巻きなんかにも非常にいいです。僕もよく着てるんですけどね、はい、
まあ、そんなのを用意しておりますということですね。で、僕はどうしてるかというと、金曜の昼、夕方ですね、に、搬入のためにね、まず一回会場入りまして、で、そこで、まあ、商品並べたりね、そういうお手伝いをしまして、で、夜はホテルから、移動運用と、ね、ポータブルワンですね、JK3OTH ポータブルワンでね、430と2メーターの FM と SSB やろうかなと。で、FM はいいんですけど、SSB は、IC705 で出ますんで、まあ、5W か 10W ですね。はい。そちらで出ますと。ほんで、で、土曜日ハムフェアやって、その後、アイボールパーティー。アイボールパーティーはね、会場は有明 GMX なんですけど、アイボールパーティーは、ビッグサイトのレストランでやるんで、ビッグサイト移動ですよね。移動して、そっちで、出ますと。ほいで、日曜日は朝会場行って、で、講演会やって、で、ハムネットさんの撤収手伝って、で、もう一泊するんですよ、実は。で、もう一泊有明に泊まって、また無線します、夜ね。夜ずっと無線します。もう多分寝るまでやってると思います。で、月曜日は仕事なんで帰りますと。で、スーツケースでね、着替えとか機材とか全部送ったんですけど、30キロ超えまして、で、自分で測って、僕はこれ吊り下げばかり持ってるんですけど、30キロ超えてるなと思って、やべえと思って、で、荷物ちょっと減らしましてね、それで30キロに収めて、昨日宅急便で発送しました。宅急便ね、スーツケースってね、200サイズまでは160の料金で運んでくれるらしくて、京都、東京の往復で割引聞いて4860円だったかな、なんか安かったです。はい。ね、新幹線に大きいスーツケース乗せるときってもう専用のね、席があって、そこ1800円、1200円だったかな、なんか上乗せなんですよ。30キロのスーツケースをゴロゴロ転がして、しかも往復で3000円ぐらい追加の運賃払うんだったら、まあ4000、まあ5000ですね、5000円の宅配送料を払って運んでもらった方が絶対リーズナブルだなと思ってね、お願いしました。で、宿泊ホテルとかに送る用のちゃんと伝票とか別にあって、でスマホでね、予約できるんですよ。で、集荷サービスもついてて、でそうすると往復の伝票がもうそのネットで作れて、で住所も書かなくていいんですよね。で、集荷にそのヤマトの人来てくれて、で現場で、ペイペイでお支払いして、でもう荷物ピックアップして終わりなんで、もうだから月曜日に手離れて何もしてないんですよ。であとは自分の手回りの荷物だけ、機内持ち込みのスーツケース1個と、ノースフェイスのリュック1個と、あと、肩掛けカバンですね。これでそっちに仕事の道具とか入れていこうと思ってます。はい。いや、ハムフェアね、楽しみですね。皆さんとね、お会いできるのが何よりね、楽しみでね。あとはハムネットさんにぜひね、遊びに来てくださいって変な話ですよ。人の店なんでね、見に来てもらったらね、僕いますんでね。で、今回の配布物はね、アメちゃんです。アメちゃんね、僕関西人なんで、関西の人はね、なぜかね、アメちゃんがカバンに常に入っててね、アメをくれるんですが、アメちゃんが出ますと。アメちゃんね、約200個あるんで、180かね、なくなったら終わりますけど、まあ、200でもな、カンハムでも200人以上来るんですよ、うちのブースって。なんでね、ハムフェアだと1000人とか来ちゃうのかなと思いますけど、まあなんとか対応しますんで、皆さんね、遊びに来てくださいね。で、今回は僕ね、ビデオ収録しないんですよ、動画撮らないんですよ、基本的に。もうハムネットさんの販売に専念しようと思ってるんで。なんで、前回のね、去年のハムフェアはビデオ回してたんで、声かけてくれた人とちょっとお話できなかったんですけど、まあ、ビデオ回してないんで、いつでもね、気軽にね、ワッフルさんですかって言ってくれたので、イエスって言うんで ね、それでよろしくお願いします。あと写真撮影、僕フリーなんでね、一緒にスマホでツーショットとかね、撮ってくださいね。はい。まあ、そんな感じでね、ずっとやってますけどね。まあね、もう楽しみでね、金曜の朝出るんでね、新幹線は一応撮りましたね、もうね。で、ちょっとね、どこだっけ、芝公園かな。三田で仕事してから、ハムフェア回りますと。ですね。いう感じで、金曜日に出て、火曜日の夜に京都帰ってくる感じですね。じゃあ皆さんね、またね、ぜひともお会いしたいと思いますんで、ハムフェアでお待ちしております。ね、よかったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いしますね。今、チャンネル登録が8550人ぐらいですね。まあ、年内9000、1万いかないかなって感じですね。もし1万いったら僕は喜びますので、皆さんもね、お誘い合わせの上、チャンネル登録をお願いします。
以上 JK3OTH ワッフルでした。またお会いしましょう。73さよなら。